はい、今日もなだと役所天国、本日は2022年10月9日、はい、雨が降ってきそうな天気ですね。今朝一番ですけれどもね。さあ、そんなことで、ひたすら今日もね、今日は黒キャベツをね若干植えようかと。もう最後ですね。こちら後ろ側からね食われた畑をこう見てるんですけど、まあまほぼね食われてますけど、残ってここまではほぼ壊滅してますよね。ね、この辺は若干生き残ってるものも、この辺なんだっけ、キャベツの品種はね湖水か初秋か、でも時期的に言えばこれは初秋かもな。はい、こちらです、こちらこちらこちらね、ヨトくんね、君たちは今年はよく頑張りました。あ、いた、ヨトくんね。はい、まだ10月に入っても、はい、こちらです。はい、これね、すごいね。この辺はもうキャベツね、ワンベッド全部やられたので、こんな感じでね、片付けましたけど。まあ、ね。黒キャベツもね、見事にやられたんで、黒キャベツもうすでに、ね、だいたい9月の終わりぐらいから黒キャベツね、主力として出荷していくんですけど、どうです、この感じ。ね。まあ、黒キャベツはね、一番食われるんですよ、虫にね。もうボロッボロですね。多少でも生き残ってくれりゃね、今出荷したいんですけど、出荷するところの話じゃないもんね、これね。あ、その辺も見事にやられてますな、やられておりますな。はあ、その辺はキャベツ生き残るかどうかですね。生き残らんかな。もう虫が来てもね、やることは何もないのでね、我が農園はね。さあ、そんなことでね、嘆いててもしょうがないので、この仕事にね、雪農業に反省というものは必要ないんですね。雪農業に努力というものは必要ないんですね。はい、オーガニック農業を仕事としてやるためには、努力と反省というものを手放すというかね、全く意味のない言葉ですね、努力と反省というものはね。努力なんてもない、1ミリも意味のない言葉ですね。はい、一生懸命やるとかやらないとか、そんなことはね関係がないです、この仕事はね。いつも言うことですけどね。はい、だから頑張ってるっていうのはねダメなんですね。はい、結果が全てなんでね、自然に任せてね、あのやる仕事って何でもそうですけど、多分ね、昔の古代人はね、縄文時代とかは、あのこの作付けというものね、お米を作るのに村全体の命がかかってたわけでしょ。はい、黒キャベツですね。もうちょっとね、苗が良くないです、苗が良くないけど、もう黒キャベツ今年何株植えたかね、本当にね、軽く、うん、2000株ぐらい作って、種も何回か買ったもんね。全くダメでしたね今年ね。どうなっているんですこれ。苗もひどいもんですよね。まあでもしょうがないです、今年はそういう年だったってことですね。だからね、育苗のハウスをねちょっと考えておりますね。やっぱり苗の出来が悪い、じゃあやっぱり秋冬は特にダメなのでね、あの今借りてるハウスの大きい方を育苗にね、秋冬だけでも持ってこようかなとかね、いろいろ考えてます。まあ難しいですよ、ね。ね、あのまあ僕はね、こうやって自分の暮らしっていうものがまあ一番なんですけど、あの昔はね、縄文時代は今年のその米のね出来で村全体が植えるかどうかっていう、そのプレッシャーの中でやっていたわけでしょ。ダメだったらば、もしかしたら全員が飢え死にするかもしれないっていう話ですよね。そのプレッシャーたるやね、本当に大変だったんだろうなって思いますね。まあそういう気持ちというのはね、なかなか今現代人の我々にはわからないですけど、実際にそれで本当にね、この地球上においてそういった問題、
あのなんて言うんでしょう、植えという問題がね、まだあの我々日本人にはかなりね遠いものとなったわけですけれども、まだねその植えを本当に人類が克服したのかって言われるとね、難しいところですよね。よいしょ。いや今年黒キャベツ本当に2000株ぐらい種をまいてると思うんですけど、全く全くないよね。まいったね。今年は参りまくった年となりましたね。よいしょ。よいしょ。作付け体系をねちょっと来年以降はね、今年のこの秋冬を受けてねちょっと見直そうかと思っておりますんで、やっぱり一つはね果樹の可能性をちょっとね、果樹はやっぱりね作ってすぐに結果が出るわけじゃないので、ただできるだけ簡単なねあのこの地元ね三重県にあった果樹みたいなものをちょっとねいくつかね考えてね、しなんとか4、5年後にはね果樹を入った設定野菜をね少しイメージできるようなあれですね。よいしょ。今日はなかなかね午後から雨予報が出てるので、ね、ちょっと今頑張って植え付けて、よいしょ。苗も本当にね今年はまあ本当にいろいろひどかったです苗も良くないしね、まあ1年目ってでもやっぱりこんなもんですわな、本当にね新規収納してみててね、いろいろいろんなことがねこう不確定でね、はあ、今日も朝からね足が動かなくてね、よいしょ。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 はあ。よいしょ。今日は10月の9ね、こっち側から植えようと思ったんですけどね、奥からの方がちょっと離してね、これも芽キャベツね、芽キャベツも今年は出せますかね。芽キャベツも結構まいたんですけどね、千葉時代はね12月ぐらいから1、2とね12、1、2と3ヶ月間ねずっとね、連続出荷をしてたんですけれども、よいしょ。こっちの地域でねまあできないことはないと思うんですけど、どうなんですかね。よいしょ。よいしょ。この黒キャベツも4回目植え付けねこれあの白菜と同じ運命をたどってるのでね、植え付けてずっと壊滅というのを繰り返しておりますが、笑っちゃうよね。今年はね、ハウスをね、うまく使ってね、冬はね、ちょっとハウス栽培を、ね、頑張ろうかなって感じですね。で、来年の、春に向けてね、こちらのトンネル栽培っていうのもね、どんな感じになるのか、ね、やっぱりこう、あったかいのでね、
結構やっぱりトンネル栽培ね、虫にやられそうですけどね。だから密閉ではなくて、おそらく穴開きトンネルになるのかなって感じですけどね。どうですかね。よし、食われちゃったか。よし、なんとか100株ちょっとぐらいはあるかな。12月、1ヶ月後には出したいよね。ハザ会議がもうね、普通でしたらそろそろハザ会議がね、脱する時期、キャベツ、ブロッコリー、などが出てきてね、あれでしたけど、今年はもうハザ会議というよりもね、何でしょうこれは。単に野菜ができないっていうね。よし、よし、本当にもうあともうちょっとね、今日葉物また巻きますかね。もうバンバン葉物をね、もう10月の末までね、とにかくほうれん草なんかもね、どんどん巻いて、よし、まあ10月の末がおそらく一つのね、リミットなので、今年は10月ね、ちょっとね、行きたいとことかあったんですけどね、とてもそんななんか余裕はないですよね。うん、あれなんですか、もう GoTo トラベルとかなんかまた始まる感じなんですか。トラベルどころの話じゃないんですけど、我が農園は何がトラベルなんだとね、まさに今 現在畑がアドベンチャーワールドと化しておりますがねえ、よいしょ、あ、よいしょ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 、はあ、これよいしょ、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 はいよ、よいしょ、はい、はあ、植え付けて、それで防虫ネットを張るんですね。はい、はあ、じゃあね、こうやってね、オーガニック栽培の極意はウネマにありね、いつも言ってることですけど、ウネマを完璧にこうやってね、押さえて草をね、完全にこう生えてこない状態にして植え付けて、普通これでできるわけですよね。普通これでできるんですけど、これで虫に食われるんですから、当然全てのものにね、こうやって防虫ネットをかけているわけですよね。これでできないっつうんだから、もう話にならないですよね。弱ったもんです本当にね。
どうしたらいいのって、まさにどうしたらいいの状態ですけどね。実際こっから先じゃあ何が手を打つことがあるのかって言ったらね、ないですよね。本当にもうそのなんか薬剤の、まあ有機、ジャス有機で認められている、いわゆる薬剤を使うしかないんでしょうね。僕はできるだけそういうことしたくないので、一応ね一切の薬剤を使わないということでもってずっとやってるのでね。だからジャス有機に通ろうが通る前が僕には関係がないので、ただただそういう薬剤の類は一切使いたくないということでやってるんですけどもね。ここから先はだってもうできることないもんね。全ての手を打った上でねやってることですのでね。ウネマはマルチで押さえて防虫ネット張って、はい、その次じゃあ何がありますね。手で通るですかね。手で取ったって多分追いつかないですよね。よいしょ、よっからせと、はい、ということで、防虫ネットをこうやって片付けてね、またこうやって、貼り直すというね、それをひたすら繰り返してるんですけどね。よいしょ、あのね、反省と努力はオーガニック農業にはね、あの全く必要のない言葉なのでね、反省したって意味がないんですよね。あの反省して虫がいなくなるんだったら反省しますけど、反省は意味がありません、この仕事はね。はい、状況に対処していくだけなのでね。で努力も意味がないですよね。努力なんていうのは最も意味がないですね、オーガニック農業の場合はね。だからあの寝ながら野菜ができればいいわけですよね。だけど寝ながら野菜ができないので、ね、3日ぐらい寝ずに野菜を作るわけですよね。でも3日寝ずに野菜を作って、ね、チーヘドハグまで、頑張って野菜を作っても虫でやられたら終わりなんですよね。だとしたらそれのなんていうのあれって意味がありますってことですよね。だからそういうそのどれだけ一生懸命やるとか、ね、3日寝ずにやるとか、ね、体力の限界までやるとか、そんなことはどうだっていいことなんですよね。野菜ができればいいので、なのでこういうね虫が来て全滅する、台風が来て全部吹っ飛ばされる、ね、地震が来て大地がガタガタになる、ね、それは常に起こるリスクじゃないですか。その中で普通に野菜を作って普通に出荷できればそれでいいんですね、私たちの仕事というのは。でもそれはね、変わりゆくこうやって生態系や変わりゆく自然の中で一定の結果を出し続けるっていうのはね簡単ではないわけですよね。なのであの努力とかね、そういうこちら側の人間の百姓のねマインドとか百姓のところにフォーカスしていてはダメなんですよね。フォーカスしなきゃいけないのはここなんですよね、大地ね、あの畑なんですよね。だから野菜ができりさえすればそれでいいので、だからできなければダメなんですね。はい、だからそのね野菜作りにね、3日寝ずにやったところでできなければ何の意味もないので、努力をしてるとかしてないそちら側に意識を持っているようではダメなんですよね。そうじゃないとあのなんか自分が頑張ってるとかね、自分にフォーカスをしている限りやっぱり一人前の百姓にやっぱなれないというのが僕の結論なんですね、20年やってきて。だからねアルバイトだったらね一生懸命頑張ったねってよくやったねって言われるかもしれないですけど、あの百姓には一切関係がないのでね、野菜ができなければねお客さんはあのなんだこれっていう話になるわけですよね。待ってくれてるお客様はね、そうですかと、虫が多かったですかって、台風が来ましたかとね、それでもじゃあこの値段でこの野菜セットって判断されるわけでしょね、関係がないですからお客様にはね。はい、なのでそういう仕事でございます我々の仕事はね。なのでまあね、なんだってそうだと思うんですけどね、あの電化製品を買うお客様がこれがね日本国内で作られたものか外国で作られたものか、なんか関係があります？関係ないですよね。買ってちゃんと性能が良くて壊れなければいいわけですよね。車だって何だってそうですよね、同じですよ野菜もね。生産者がどういうつもりで作ってるかってね、もちろんそれを組んでいただければありがたいですけれどもね、できなければ意味はないんですよね。はい、ということでございますね。そういう意味ではね、あのいつも言うことですけどね、オーガニックでやる意義はどこにあるのかっていうのはね、公的な意味はほとんどないっていうことですね全くない、ね、
ある意味、趣味的な領域で、やっているということでございます。それではまた。